イス軍系機動、洋イラ軍出身の大韓民国のコメディアン、俳優、MC。2003年、KBS18 期特別採用コメディアンとして、正式に芸能界デビューする。お笑い、番組ギャグコンサートの音楽コント、高音不可で、大きな人気を博し、以後、バラエティ番組に進出する。2007年から2013年にかけて出演した。 KBS に TV の日曜バラエティ番組一泊二日は最高視聴率51.3%を記録するなどの全盛期を迎え2011年には当時の一泊二日メンバーと共に KBS 芸能大賞を共同受賞した以後、口述する不法突破行為で2年近い放送出演停止を経て復帰し TVN 新西遊記シリーズ 2015年現在や JTBC 知ってるお兄さんなどの各種バラエティ番組にて放送活動を続けている。また韓国では高い知名度と人気を誇っているコメディアンであり2019年度の韓国ギャラップの調査好きなコメディアンタレント調査において7位にランクインしている。2013年11月歌手兼タレントのタク・ジェフンや HOT のメンバー トニーアン、シンファのメンバー、アンディラと共にプレミアリーグなど、海外のサッカーリーグの試合で、携帯電話を用いて、数億音台の不法賭博行為をしたとして、ソウル中央地方検察庁に召喚される。検察の捜査の結果、すべての罪を認め、当時出演していたすべての番組を降板し、略式起訴される。裁判の結果、 懲役六ヶ月の有罪判決が確定し、これにより、KBS、MBC への番組出演停止処分が下され、芸能活動を自粛することになる。その後、2015年5月に、t v n のコメディプログラム SNL コリア6に、出演して、芸能活動へと復帰し、その後、一泊二日、時代に苦楽を共にしたな四足 PD がローンチした。 TVN 震災勇気へ出演するなどして本格的に芸能活動へと復帰し現在に至っている。ありがとうございます。